きぬちゃん、何してんの？お水どっか入ってんだよ。洗ってくるよ。これ入れるよ、きなこちゃん。ちょっと降りてくれる？おいほー、きなこー、これ引くよ。これ大きいね。きなちゃん、お家入っちゃったの？はい、新しいチモシですよ。これ長いから切んないと。ウサギとかを飼ってるから長すぎちゃうんでカットしてます。でもこのロングってやつじゃなくて短いやつショートにすると結構ボロ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 とカスが出るやつだから、このロングだとあんまりカスが出ないから重宝しています。なので切って使っています。何してんの？はいよ、新しいチモシーだよ。新しいチモシー、はい、チモシー、新しいチモシー。どこ立てんの？でまあたまにはこれも丸ごと熱湯で殺菌というかお湯洗いしますね。それもそんなに頻度は高くなくても大丈夫なのかなと思ってる。でまあこういうところも糞がつきやすい子とかいると思うんですけど、きなこはそんなに糞がつかないので、でコロ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 としたあんまり水分を含んでいないうんちなのでそんなに汚れることはないかな。あ、食べてるね、ご飯がね。きなちゃんペレットだからね、だからうんちコロコロなんだよね、きなこちゃんね。きなちゃん、宝探す、この中で。この中で。宝探す？
ポージングする、きなちゃんポージングする、ポージングする、じゃあちょっとね、ちょっとばらまくよ。難しいよきなこちゃん、すっごい難しいよきなこちゃん。この中から探すんだよ、こっから、こっから探すんだよ、こっから。ほらどうする、見っかるか、ほらわかるか、わかる？見方？ね。見方？また？探して。新しいチモシー入れた時なんかはこうやってやって遊んだりしてんだけど、ポージングしちゃう。もともとが草むらだとかそういったところでポージングして餌を探すという行動をするからね。同じことだもんね、キノコちゃんね。おお、何びっくりしてんの、どうしたの、キノコちゃん。あ、いいよ、音たち、ごめんね。まあ包丁が長い時間の時はこのケージごと日光浴をケージにさせてもいいでしょうね。